家の前で会ってるのがバレたら事務所クビになっちゃうから、事務的なのはここで終わらせちゃった方がお互い楽でしょ。私のカズヤさんを悪く言わないでください。あ、カズくん、おかえり。いや本当に可愛い子だなと思ってさ、空気重いよ。私ももういるし、終わったことじゃん。職業、レンタル彼女。隅の朝は4時起きだ。目覚ましの5分前には目が覚める。朝一で書をたしなみ、笹パイに一度連れてってもらったらハマっちまってさ、日頃の運動不足解消ってことで、これは認めたってことでいいですか。嘘の彼氏さん、これで前科3番です。執行猶予は期待しないでください。回れ右です。友達の彼女に怪我させるわけにはいかねえだろ。バレたら水原にも迷惑かかるんだ。困るんだよ。俺は良くても水原悲しませんのは。ところでお主ら、つかぬこと伺いますが、若いカップル見ませんでしたか。孫に彼女ができたら紹介してくれと言われとったんじゃ。別れるって本当か。俺あいつとは幼馴染でモテないのとか全部見てきてて。